私、国学院セイラはここにいる天草かなでさんのことが男性として大大大好きです。俺のセイラさんだ。お前か天草てめえ。そこだ。お前俺のことどう思ってる。はい、大好きです。危ないですか。ステージに物を投げないでください。あー、トビーチ、その服かわいいな。トビーチ、実は俺前からトビーチのことを知ってたんだ。私も。そうなんだ。俺それだけじゃなくて放課後にトビーチの体操着の匂いを嗅いだりしてるんだ。私も。そっか、なんか気が合うな。あ、付き合っても構わない。ヤマト起きろ。目を覚ませよ。一緒にリュウゼセラン咲くのを見るんじゃなかったのかよ、ヤマト。ヤマト、私好きだったのに。自分もお前を愛していたぞ。ヤマトさん、お慕いいたしておりました。ヤマト。ヤマト、はじめまして皆さん、鈴鹿です。うっせえブス。先輩、ハドトラ先輩出てみませんか。あら、彼とはお知り合い。はい、私のファーストキスの相手です。ギド君。あれ、はい、今日は私と一緒に帰りませんか。俺を笑い者にしようってことか。落ち着け、キド、エタ、これは罠だ。あなたが好きだから。はい。あなたにエロエロなの。待て、意味わからん。あなたがエロエロなの。分かったけど、事態が悪化した。いればそれは記憶から抹消した。やだ。あれはあの時、代わりに私の秘密も教えてやるよ。私もお前をおかずにしたことがある。きっと告白だ。かれこれ10分。じゃあ帰るからな。よし、来い。明日はちゃんと好きって言うから。えい。じゃあまた明日ね。おれな、好き、大好き、めちゃめちゃ好き。わっ、好きやね。わかった。めちゃんこ好きやね。わかった。大谷も私のこと好きやな。姫路瑞希は何事においても熱心である。ラブレターの渡し方、やはり直接手で渡すのが一番です。お、よしくん。そうだ、今思い切って渡してしまえば。よし、これなんです。仲良くしてやってくれ。まずは自己紹介してもらうから。ほれ、リーエル・レイフォード。じゃあさ、リーエルちゃんとグレン先生って知り合いっぽいし、一体どういう関係なんですか。グレンは私のすべて。私はグレンのために生きると決めた。もう死ぬぞ。やだな。ちょっ、お前何言っちゃったの。待って、今のは俺の責任じゃないだろう。そうですね、本当にそう思ってるなら私の目の届かないところで変なことしないでください。ちゃんと私のそばにいてください。花火大会が終わるまでってことか。この先もずっとです。プロポーズ、まさか正攻法で来るとは。やるわね、ゆきなちゃん。大胆。もう違うんです。
奏さん。あ、ああ、どうした？これからもおそばにいてよろしいでしょうか？まあ。本当ですか？え、そんなに嬉しいか？はい。あ、そうか。好きです。あら、大変です。大丈夫ですか？ねえ、カリュウ。好きなんですけど。私も一年の頃からずっと好きでした。付き合ってください。人が超勇気出して告白してんのに何よそのリアクション。いや、普通驚くでしょ。告白しようと思ってたらされるとか驚くでしょ。そっくりそのまま返すわよ。お兄ちゃん、あら、偶然ね。あ、隣に座らせてもらうわ。まあまあ、アキコ、落ち着きなさい。お弁当を食べる前にお願いがあるんだけど、私をあなたの彼女にしてください。あなたが好きだから。だからアキコ戻ってこい。だおー、やかましいわね。おい、男がいない、女同士じゃ恋愛できねえや。女同士だって恋愛できます。夕日に向かって叫ぶように好きな人の名前を叫ぼうぜ。よし、一緒に叫ぼう。本当に恥ずかしがるな、聞こえやしない。先輩叫ばなかった。聞こえました。すいません、先輩のこと好きでした。友達として。いえ、性的に。性的？恥ずかしいけど言うね。私、橋場くんのことが好きなの。でも俺は八女さんのことが。ああ、もう満足のくせに。なんで私の言うこと聞いてくれないの。満足くんは私だけ見てればいいんだもん。私がご主人様なの。私が飼い主なの。ワン。シド？いや、そのシド？確認。シド。シドさん。モテるわね、シド。とても好きよ。え？もう少しだけ。砂川くん、私好きになっちゃってるから。もうすごく。はい、もう一回。え、竹雄くんが好きだから。もう一回ちゃんと分かるように言ってみて。うち竹雄くんが好きだから。何？ほら、お前も告れ。お父様、お母様、私決めました。こちらの望月東也様と結婚させていただきたく思います。待って、ここは女子寮じゃなくて合宿所だよ。って寝ぼけてる。